おはようございますあのこっちさそのこのパターン初めてですね。あのだってなんで撮らなあかんのカメラの方に来てや。来てもあのだから今来ましたよ。いやぐるっと回して、いや違う結構大変ですね今日はまた上がりやすいから来ました。てかもう全然面白くないその髪型いじってみたいな顔で来とったけど違う別にもう髪いらんから普通に切ってきただけなんですよ3週連続上がりやすいから今日は何か持ってきてんのやろ。もちろん企画というよりは結果が出まして。結果出すことあんの桑田さんがまあ、大きくはないんですけど前にお仕事募集したじゃないですか、うん、あれで応募来たんですよ、うん、自演オツやろ自演どんな依頼。これが大阪のとあるカップルさんなんですけど、うん、エースチャンネルのバイト募集を見て何かこう力になれたらっていうことで1万円で僕と喋る時間をくださいという。そんな無駄な時間変わってあげるけどな俺、僕とね。ああ、なんかバッティングセンターに来たいらしいんですよ。へえ、あああったもんなバッティングセンターの。そう、あのエースさんでなぜかバッティングセンター、うん、俺が不在の時やろ。そうですそうです、東京でねあの170キロ使いで、ね、なんかあれも見てくれてて。へえ、奇跡やな。確かにそうかもしれないですけど今から行ってもらおうか。ならカップルで来て男性の方入って彼女が待合で待つっていう気まずい気まずい。いや僕もねそれ考えたんですけど、それをその入ってる時間桑田さんがつなぐっていう。それ面白そうやな。いや面白そうやな。カップルやしなと思ってちょっといろいろあるそうやな。じゃあ行ってきてください。わかりました。なんか突っ込んでもらおうと思ったんですけど今回はそれなしで。なしで桑田さんの時間を買ってるからな。そういうことですね。俺の時間高いやんか。そうなんですか。いくらですか。それは言われへん。また DM ください。昨日もな、はい、YouTube 見てますって言うて、 XS さんですかって言われて、会えたー言うて。 YouTube の影響力すごいですねすごいやばいで。ジョニー来てくれたし。あーやっと会えた。よかったっ。会えたっていうか俺一回会おうとって。あ、そうなんですね、うん、よかった。ジョニーさん、あのありがとうございます。もうじゃあ頑張って行ってきてください。わかりました。最終的にそのカップルに、はい、僕の時間を買ったけどこの価値はありましたかって聞いとってね。わかりました。それでは終了させていただきます、うん、OK 感じで。じゃあそれでお仕事応募ありがとうございます。ではそのミッション果たしていきたいと思いますんでよろしくお願いします。はい、やってきました。大阪環状線大正駅でございます。今からですねお仕事を振っていただきましたファンの方と合流しまして、バッティングをぜひ見たいということでございますので、バッティングセンターに行きたいと思います。よろしくお願いします。お疲れ様です。お疲れ様です。こんばんは。今回はありがとうございます。こちらこそありがとうございます。はい、桑田さんの出てるチャンネルはほぼ全部ポンコツチャンネル全部と、ポンコツファミリーチャンネル、オートエースチャンネル、はい、全部一応チェックして、あと他チャンネルに出てるのもちょっとチェックさせてもらって。ありがとうございます。この車で、はい、はい、こちらで、はい、じゃあ移動ということですけど、はい、おお、デザインがすごいですね。通天閣、大阪っすね。すごいですね、はい、なかなかファンクな感じのカップルということで、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。大正のさあ、今からバッティングセンターに向かうということで、お疲れ様です。光りますね。雷ですね。悪魔の男と呼ばれてますからね。僕のどこがお好きで見ていただいてるんですか。可愛いところですね。可愛いところ。ブスカーの猫みたいな白人のアメリカのこうちょっと太った可愛い男の子の、はい、スタンドバイミーの太った男の子みたいな、はい、そういうキャラクターっぽいんですよね。あと声ですかね。やっぱ声質が多分。ありがとうございます。本当初期の頃の桑田さんの目は綺麗だったですね。はい、到着しました。僕のバッティングが見たいということでよろしいでしょうか。はい、少しご指導を願えたら。ああ、なんか本当に野球の方も綺麗だったんで。ありがとうございます。じゃあ早速行きたいと思います、はい、お願いします。おもう最速で140なんでこれですかね。せっかくなんでカメラしていただいております。どうですかカメラやってみて。ちょっと難しいですね。はい、僕を真ん中にぜひ収めていただいて、はい、っていう感じで、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。
あの、良かったですね。とりあえず一回出ましょうか。はい、熱い。おお、いいですね。当たってますよ。うん、いいです、いいです。おお、いいです、いいです。おお、いいですね。ナイスヒット。はい、ということで。はい、すいません、バッティング終わりにですね、はい、はい、いろいろお話もさせていただきましたけど、はい、ありがとうございます。うどんでも食べながら、わかりました、はい、はい、お願いします。よろしくお願いします。本当にあの X さんと X さんも頑張ってくださいといけないのが残念なんですけど、すごい人柄、うん、まあ、厳しいところも含めて、はい、初めて食うもんかかんないけど、うどんにカツ入れてますね。あ、いや、カツもうまい。うん、最高。マユを最高、はい、最高出た。このワンリアクションで喜んでいただけるっていうファンの方嬉しいですよね。ありがたいです。もう一回お願いします。あ、すいません、最高。地獄モンスターエースマン、オートエースマン。バッティングの方ありがとうございました。あれで良かったんですか。はい、ここまで過ごしてなんか印象変わりました。いや、ますますね、ファンになった、はい、そうですね、はい、そうなんですか。 D さんはすごく尊敬してます。あ、ファンってよりも D さんは尊敬してるっていう感じで、ゆるキャラっすね、僕らの。あ、意外と顔が小さかった、うんうん、あ、そうなんですか、うん、とはいえその素の自分でも喜んでいただけてよかったです、はい、2人だけの独占オフ会ができるかなと思ってさ、はい、そういった感じで、はい、あ、そういうのアルバイトとかいうのではなくて独会の参加費として、ぜひ何でも使い道は自由で、はい、大丈夫です。わかりました、はい、すいません、改めてありがとうございました。こちらこそありがとうございます。最後にね、お聞きしますけど、アンチになられませんでしたか。いや、大丈夫です。そうですか。よりファンになりました、ね、あ、本当ですか、はい、けどアンチの方にも、アンチの方はアンチの方でありだと思います。なるほど、はい、そこだけ誤解ないように。なるほど、なるほど、はい、僕らはひっそりと桑田さんを応援させていただきますんで。はい、アンチの方はアンチの方で、桑田さんを愛してるのかなっていう、あ、逆のね、裏返しのっていうふうに思うんで。いい、ありがとうございます、はい、これ S チャンネルっていうの忘れそうです。少ないですけど、クラスさん、あ、報酬、報酬を、あ、ってください。すいません、 あの、はい、ありがとうございます、はい、渋沢栄一です。今最近僕は令和の渋沢栄一と言われてます。そんな偉いもんではないですけどね。ありがとうございます。いただきました。お二人ともご協力いただきましてありがとうございます、最後にね、エースチャンネルということで、はい、エースチャンネルに一言お願いします、はい、X さんと XS さん二人の大ファンでもあるんで、はい、もう優しさとか、生きさとか、はい、そういうのが桑田さんへの愛と、はい、でやっぱ厳しい部分も絶対必要だと思うんで、はい、すごいそれが伝わってきて応援してますんで、はい、ただお店行けないんで陰ながら愛する女性がいる。そういうことですね。わかりました、はい、本日はありがとうございました、はい、こちらこそありがとうございました。募集しっかりといただきました。初お仕事いただきました。まだまだ皆さんこういう形のお仕事も待ってますので、 D にね借りてる3万円の中でお返しできたらとは思います、まあ、このままポッケないないしてもいっちゃいいかもしれないですけど、というわけで皆さんは今回のお仕事どうだったか、この動画がどうだったか、またコメントの方お待ちしておりますので、引き続きよろしくお願いします。お疲れ様でした。